はい、今回もご視聴ありがとうございます。諭吉のホームです。今回のテーマは間接照明について、おしゃれに飾るならここに置くというテーマで、今まで間接照明おすすめの商品についてご紹介した動画がいくつかありました。今回は間接照明をどのように部屋に配置すればおしゃれに見えるのか、いくつかのポイントを皆さんと共有したいと思います。はい、こちらが今回のトピック4つです。まず直接照明と間接照明の違い、そして間接照明の種類、そして簡単に設置できる間接照明の飾り方、そしてぶら下げるタイプの間接照明の設置の仕方、今回はこちらの4つのトピックに分けて皆さんにお伝えしたいと思います。まず間接照明という言葉と反対の直接照明との違いについてご紹介していきます。直接照明なんですが、主に部屋のメインのライトとして使われることが多いです。なので広範囲にダイレクトに机の上あるいは床全体を灯すような役割を担っています。ちょうどこちらのようにシーリングライトを設置して部屋全体を明るくしたい、そういった場合に使うのが直接照明というものになります。一方で間接照明なんですが、光の量を抑えたりサブの照明として使われるものになります。光の量あるいは光が灯す範囲を限定して雰囲気を演出する役割があります。なのでメインのライトだけですとのっぺりした空間になってしまうんですが、こちらの写真のように間接照明をいくつかの場所に配置するだけで雰囲気がぐっと深まってインテリアがワンランク上のものになります。そして間接照明には様々な形状、光が異なる様々な種類のものがあります。なので目的に合った種類サイズ感のものを選ぶということがとても大切になります。こちらも間接照明の一例なんですが、スタンドライト、フロアライトからペンダントライト、同じシリーズでも様々な形状の間接照明が用意されている場合もあります。それほど間接照明は設置する場所によって大きさが決まってきたり、適切な光量を選ぶことによってインテリアの雰囲気もぐっと良くなりますので、今回ご紹介する間接照明の飾り方をぜひ参考にしていただきたいと思います。また間接照明なんですが、こちらのテレビボードの周辺の光のように建築家照明というものもあります。建築段階で照明を設置して彫り込みなどの中に照明を設置する、こういったものですと新築時にはいいんですが、住んだ後に取り付けようと思うとかなり大変なリフォームになります。なので今回は主に新築時ではなく住んだ後にでも取り入れていただけるような間接照明を中心にご紹介していきます。はい、続いて2つ目のトピックです。間接照明の種類ということで、先ほどご説明したのが1つ目の種類です。建築時に設置する建築家照明と言われるもの、こちらの写真でも玄関かまちの下あるいはニッチの部分に間接照明が何箇所か設置されています。この照明があるかないかでだいぶ雰囲気が異なるのではないでしょうか。これから住宅を建てる方ですとこういった照明も取り入れていただけるので、こういったおしゃれな写真参考写真を用意していただいて、設計の段階でポイントポイントで建築さんにご相談することをお勧めします。そして2つ目としては後付けできる間接照明、こちらの写真においてもスタンドライトであったりテレビの裏の照明であったりフロアライトであったり、いくつか間接照明を取り入れているインテリアになります。先ほどの照明と比べて住んだ後に設置できるので場所の自由度が高いというメリットもあります。今回はこの2つ目の照明、後付けで設置できる照明器具を2パターンに分けてご紹介していきます。1つ目が床あるいはチェストの上に置くタイプの照明になります。こちらのようなスタンドライト、床だけではなくチェストの上あるいはカップボードの上などに置けるようなこちらのサイズ感のような照明、これらを今回は置くタイプの照明というふうにカテゴリーしたいと思います。そして2つ目がライティングレールかななどぶら下げるタイプの照明、こういったものもシーリングソケットさえあれば後付けできる、あるいはコンセントさえあれば後付けできるものもありますので後ほどご説明していきます。はい、3つ目のトピックです。置くだけで簡単に設置できる間接照明のおすすめの設置場所についてご紹介していきます。1つ目が
観葉植物の足元になります。こちらの写真も観葉植物の下にフロアライトが置かれています。これだけでもかなり味のあるインテリアになっているのではないでしょうか。おすすめの設置場所としては、樹形に向けて下から灯すような光、そういった設置をおすすめします。一つ目のパターンとしてはスポットライト。こちらのパターンですと、床置きのスポットライトが樹形を捉えて灯している形になります。スポットライトなので光をかなり限定した範囲に送ることができます。このスポットライトの光が樹形を捉えて壁に樹形が当たっていて、とても雰囲気のあるインテリアになっているのではないでしょうか。あとおすすめなのが、小型のフロアライト、あるいはその上にこちらの写真のように観葉植物と一緒にライトを置く。ただ間接照明を置いているだけよりも、間接照明とこういった小型の観葉植物を置いていただけると光の抑揚が出ますので、インテリアにもメリハリが出ます。観葉植物が好きな方、卓上の観葉植物を持っている方ですと、ぜひこういった照明のパターンも取り入れていただきたいと思います。このように観葉植物に光を当てることによって、光が拡散する、光のメリハリができる、そして美しい樹形をシルエットにできるというところで、とてもおすすめな設置方法になります。木漏れ日という言葉があるぐらい、植物と光っていうのはとても相性がいいです。なので間接照明は直接光とは違いますので、いろんなところに光を当ててあげて設置するというところがおすすめのポイントになります。そして今回いろいろ商品を探していたんですが、こちらフライミーで販売されているデスクライトになります。こちらシェードの部分にフェイクグリーンが付けられているものになります。このフェイクグリーンがあることによって、壁や天井にこの葉っぱの形が、樹形が映し出されるような形になっています。このように植物と光っていうのはもともと相性がいいので、こういった商品が出ているのかなというふうに思います。はい、2つ目のおすすめの設置方法としては、家具あるいは物の裏に配置するパターンです。ソファーやテレビボードの裏に間接照明を設置することで、木漏れ日のように美しい光が演出できます。直接光とは違って、光が拡散されて壁に当たって、家具に当たって、そうやって反射することによって光がとても優しい具合になってきます。こちらのパターンですと、テレビボードの裏に間接照明が設置されています。こういった照明があることで、光の演出という意味でもいいですし、テレビを見るときにも目の疲れを軽減できるという効果もあります。こちらのパターンですと、ソファーの裏手に間接照明が設置されている形になっています。ソファーの裏、あるいは足元から木漏れ出てくる光がとてもいい雰囲気になっているのではないでしょうか。このような照明のパターンを取り入れていただく場合、おすすめなのがまずバーライトというものになります。細い棒状の塊にライトがついているものになります。こういったものですと細いので、家具の裏に設置しやすい、あとは光を広範囲に送れるというところもメリットになります。なので、例えば横幅のあるテレビボードであったり、ソファーの裏に設置する場合はこういったものがおすすめです。あるいはもっと手軽に取り入れたい場合には、テレビの裏にこういったクリップ型のスポットライトを設置するのもおすすめです。このスポットライトをテレビ側ではなく壁側に当てることによって、より光が分散される形になります。なので家具の裏に設置する場合には、家具に照明を当てるっていうよりも壁側に光を当てることによって、より光が綺麗に分散されますのでおすすめです。はい、続いて置くタイプの照明の3つ目のパターンです。フロアスタンドライトを隅に置くということで、こちらのような背の高いフロアのスタンドライト、とてもスタイリッシュで取り入れたい方も多いのではないでしょうか。こういった背が高い照明は、光が当たる場所を見つけて壁あるいは家具の近くに設置するのがおすすめです。間接照明なんですが、直接照明ではないので、やはり物に光を当てるというところがとても重要なポイントになります。こちらの写真でも壁の近く、そしてソファーの近く、そういったところに光が当たって、とても趣のあるインテリアになっています。おすすめとしては、光が強いタイプというよりもシェードがついた優しい光が演出できるもの、こういったものもおすすめです。ただシェードがついていることによって、かなり光が拡散されて優しい光を演出することができます。あるいは先ほどの形状のようなものではなく、ライトに傘がついているタイプ、
こういったタイプも光を限定的な範囲、下だけに送ったり横だけに送ったりできますので、光の抑揚がかなりはっきり出るタイプになります。こういった照明も家具に光を当てることによってとても良い雰囲気になるかなというふうに思いますので、おすすめです。もう一つおすすめなのがバータイプのスタンドライトになります。こちらの写真のようにバータイプのものを壁に光を当てて光の演出をしています。こういったものですとモダンなテイスト、シンプルなテイストが好きな方ですとハマってくるインテリアになるかなというふうに思います。特にこういったバータイプのものを置く場合、こちらの写真ですと壁が2辺にあるタイプ、2辺にあるような場所に設置されています。こういった部屋の隅を見つけていただいて間接照明を設置していただけると、直接照明と組み合わせた時に部屋全体の雰囲気がまたガラッと変わりますのでおすすめです。あるいはスタンドライトのバータイプですとこういった商品もおすすめです。こちらの商品ですと長方形状の形をしてまして、その長方形の内側に光が放たれています。なので外に出てくる光っていうのは直接光ではなく間接光だけになります。こういったものですと壁の近くに置かなくても自然と間接光が外にこもれ出てきますので、それだけで雰囲気を演出できる照明になっています。はい、続いておすすめの設置方法としてはぶら下げるタイプの照明になります。おすすめのアイテムとしてはこちらの写真のようにシーリングソケットに取り付けられるライティングレールになります。こういったものですとシーリングソケット、こちらのようなものがあるだけでライティングレールというものを設置できますので、かなり照明の演出の幅が広がるアイテムになります。そしてこちらのライティングレールなんですが、様々なサイズそして種類のものがあります。カラーですとホワイト、あるいは木目調、ブラックのもの、そういったものがありますので、ご自身のインテリアのテイストに合わせたカラーをぜひ選んでいただきたいと思います。そしてもう一つ選ぶポイントとしては耐荷重と長さになります。もちろん耐荷重があった方がいろんな照明を設置できますし、一番注意していただきたいのが長さになります。せっかく汎用性を持たせたライティングレールを設置しても長さがある程度ないとその光が演出できる幅が決まってきます。なのでおすすめとしては 1.5 メーターや2メーターぐらいあるものを買っておくとかなり照明の演出という意味では幅が広がりますのでおすすめです。そしておすすめの商品なんですが、こちらのようにライティングレールに向かってリモコンを押すことでライティングレールの照明をすべてボタンでオンオフできるものもあります。なので壁スイッチで電気を消すのは少し面倒だという方ですと、こういったものを設置していただけるとリモコンで操作ができますし、赤外線を使うことができるようなスマートスピーカーですと音声だけでこういったスイッチをオンオフにできますのでおすすめのアイテムになります。そしてこういったライティングレールを取り入れていただいてぜひ設置していただきたいのがスポットライトになります。スポットライトなんですが光を送る範囲が限定できますので、こちらの写真のように壁を照らしていただいて、壁に飾ってあるアートフレームなどを演出する、あるいは壁に何も物がなかったとしても壁に光が当たっているだけで光の抑揚をつけるという意味ではかなりおすすめなポイントになります。こちらの写真においてもライティングレールのいくつかの場所で壁に光を当てています。これがあるかないかでかなりのっぺりした印象になるか、あるいはメリハリがついた印象になるか変わってきますので、このライティングレールプラススポットライトという組み合わせがおすすめの設置方法になります。そして最後のおすすめの方法、設置方法なんですが、ブラケットライトというものになります。こちら本来は壁に穴を開けてそこに配線を通すようなものになります。なんですがこういった照明、コンセントから電源を取るというものもあります。こちらの商品も Amazon の商品になるんですが、壁にブラケットを設置してコンセントから電源を取る、そしてコンセント近くにスイッチを設置できるものになります。こういったものですと後付けで設置ができますので、このコードが見えても大丈夫だという方ですとこういったものもおすすめです。壁への取り付け方法としてはボルトで設置するものが多いです。持ち家ですとそういったものも取り入れていただけますし、賃貸の方ですとこちらのような壁美人というような、あとは残りにくいタイプフックもありますので、こういったものを活用していただいて設置していただければなというふうに思います。おすすめのアイテムとしてはこちらのようにアーム型の照明が一つ目です。こちらですと配線が露出しているんですが、それも一つ味のあるインテリアになっているのかなというふうな印象があります。アームがあることで光を灯す範囲もフレキシブルに変えられますし、シェードがあることで街灯のような雰囲気を演出できて
ているのではないでしょうか。あるいは少しクラシックな印象を持たせたい場合には、こちらの写真のように真鍮でできたフレーム、そしてエジソンランプで構成されているようなもの、こういったものですと本当にレトロな雰囲気、昔の街灯のような雰囲気、そういったものが演出できますので、ブルックリンスタイルであるとかヴィンテージ系のインテリアがお好きな方ですと、こういった商品もおすすめです。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回は間接照明の設置場所についておすすめのポイントをいくつかご紹介させていただきました。これからも住宅インテリア関係の様々な情報皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはコメント、いいねボタンもたくさんお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。